しまして、この世の中にお子さんぐらい結構なものはございませんですが、しかしながらこれはいくら欲しいと思って一生懸命に製造にかかってもできないところにはなかなかできませんです。昔から神事と言われておりますが、何かそこに神を超越した神秘的インスピレーションの存在だろうと考えておりますが、お父さんの方で二輪ゴム、お母さんの方で二輪ゴム、両方二輪ゴムをずつ出し合って初めて五体五輪を作り出す、うまい仕掛けになってるもんで、要するにバランスの取れたサーブイスによって出来上がるってなことになっておりますが、お父さんの方は男性的に骨と筋を受け持って、お母さんの方は肉を出すんだそうです。どういうところでわかるかってと、ジジババってこの二言でわかるんだそうで、ジジって時には歯と歯を食いしばってジジババって時には唇の肉だけでババってます。ジジババの実りを取れば父母となる。これらは日本文法上明らかです。それほどじゃないですけれど、大小小言でも知れます。この子はおいたをするとお母さんつねつねしますよ。お母さんの方は穏やか、自分の与えた勢力範囲内の肉を詰めて切開しますが、お父さんと来るとそうはいきません。あれ、ジロ、静かにいなさい。お父さん今書き物してるんですから、俺をパトンで歩いちゃいけません。言うこと聞かないか。で、ひょっぽね叩きおると争われないもんで、いきなり骨へ目をつける。天元石語のうちにもそれが現れております。ママさんとパパさんだけが人魚なりなんて天竜点がございますが、まずうがったもんです。お母さんのママさんってね、これロジックに合っております。こしらえるまではお二人の責任でございますが、出来上がってしまうともお母さん一人のオール責任。暑いにつけ寒いにつけと10日の間お腹の中にしまっといて、しまっとくってのはちょっと変ですが、ためとくってのもおかしな話です。なんて言ったらよろしいんですか。とにかくお腹の中へ入れといてくれます。その間お母さんの精神上肉体上の苦痛たるや、また実に絶大なるものと言わなければなりません。高いところへ手を伸ばさないように、体を冷やさないように、火事がなんか赤いものを見ると生まれるお子さんに赤いあざができるとかなんとか言って、いろいろご苦労たるや大変なもの、母性愛の極致、お母さんなればこそ突起とかもってんですね。え、そいつは悪いですけれど、心安い質屋だというお月になれば流してます。あんな方は大きなお世話、もっともこれはあなた方の方にご関係のない言葉でございます。体内にいる間、へその緒を経由して栄養分を取ってくださいます。生まれてからおっぱいのお世話からおまんまのお世話までしてくださるんですから、お母さんのママさん、まことにうまい言葉です。どういうわけでお父さんのことパパさんってんだろうと思って、いろいろ文部省当局の方でも研究して、このことについてこの間わざわざ文部大臣が私の家へやってきて、うざっけぬばらなことはありませんが、いろいろ考えたせいようやくわかりました。かなでハーハーと書いて、そこに丸が2つつくとパパさんです。丸がないとお母さんで、丸があると お父さん、もっともお母さんよりお父さんの方が玉が2つよける。なかなかどうでもよろしゅうございますが、男女同権の今日において女ばっかり解体して苦しむというのは実に片手落ちだ。男もすべからくその一般を担うべきものであるということが、いろいろ新しい婦人の力衝動されておりますが、これはもっともな理屈でございます。でそうなってくると、女の子は女性が解体をして、男の子は男性が膨らむというような結果になってきますが、どうもこの男の妊娠というのはあんまりいいスタイルじゃございません。銀行や会社へ通う方がだんだんお腹が膨張してくる、波の洋服で間に合わないから服の横っ腹に旗の白い町を入れて、山高帽子を網田にかぶってステッキをついて、甲肉が落ちて眼肉が落ちて肩で息してひげ生やしてるところはどう見たってインバルマのナマズみたいな格好で、あまりにも痛ましくもグロテスクな塩梅でございます。お来は歩いてたってなんとなく一つ延々たるありさまで、おい近藤、近藤じゃないか、どうした。いやー、しばらくだったな、元気やないぞ、青い顔してどうしたんだ。あ、どうした。いやー、ああ、山田か、
どうも歩くのに非常に苦しいんだな。おお、ずいぶん膨張したな。いくつきぐらいだ。いやもういかん。来月が臨月で、いや何してもめでたいめでたい。結構だ。うん、体大事にせんけりゃいかんぞ。出産の準備は整っておるのか。ああ、取り上げ自陣を由来してあるよ。母は分かっておるのか。いや面目ないが母なしごだ。男に任せていちゃ母なしごばっかりこしらえちまうようで、お百人ところと伊勢ヶ谷子だぞ。どうした熊子、しばらくだったな。どうだその後の景気は。お、また膨らんだんだな。よく腹もな。ほら寝通しだからね、気をつけなくちゃいけねえぞ。腹冷やしちゃいけねえ、しっかりやれ。うん、温まるようにな。貝の18入れてんだ。どこだって出っ張り方が激しいと思った。大きな腹をけこげてやらんな。熱がいた。なに、馬の腹がけだ。